髪太くなるよ、本当に効果は実感してるから、うん、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はハゲに悩んでる人にとっておきのお知らせをしたいと思います。隣にいる私のお兄様もハゲには悩んではなかったんだけど、ハゲじゃなくね、まだ薄毛にとっても悩んでて、というか、まあ、なりつつあった。そう、すごい薄毛、別に薄毛体質の家系ではなかったのに。薄毛体質の家系だわ。え、違うでしょ。あとお父もおじいもお母のお父も、年になってからそうはなるけど、弟同じくらいハゲてたわけじゃん、頭が。弟同じくらいハゲてないよ。周りから見たらすごい、え、どうしたのっていうくらい心配になって、マジで全然気づいてない、心配になってたわけ。周りは心配にしてた、本人は別そうでもなかったかもしれないけど、なってました。で、おいの誕生日の時に会社さんからこのこれをね、増やせるっていうのと生やせるっていうものをもらったんです。そんな名前だったのね。そう、全然違う。これは何かっていうと、ほんと AGA 治療に特化してるシャンプーとスカルプローションなんだけど、普段からお世話になっている株式会社 N3 さんが企画開発したヒト幹細胞培養エキスが入っている商品になります。ドバイ万博にも出した商品ですが、案件ではございません。本当にいいと思って紹介します。実際その、まあ、周りから見たら薄毛だなっていうお兄に使ってもらいました。そんな薄かった。いや、マジで薄かった。で、その時一番初め使う前の写真、11月の写真がここに今貼りますね。これがその時の写真でございます。全然持ってなくて、頭皮が全然気にしてなかったけど。で、使ってから1ヶ月半経つか経たないかくらいの写真が今ここにあります。で、めっちゃ生えたなって思ったわけ。もう毛が生えたっていうのもそうだけど、なんか髪の毛に腰が出てきたなっていうのが実際にありました。で、今現在の、はい、頭皮、今3月中頃、末頃、今、うん、ほら、おらー、素敵。何もない。何もない。ちょっとまあ毛はまだ薄いけど、光の加減でこんな感じで。カメラに薄く映ってる？この辺はね、でも、うん、もともと、うん、全然普通、全然普通。でも、これまだ1本目。今ちょうどこれシャンプーからだけど、こっちのローションはまだちょっと残ってる。今まで、そのこのシャンプーとローションを使うまで、そういう AGA ケアはしたことあるの？したことない。なんか頭皮油を取るとか書いてある、うん、普通のシャンプーは使ったことあるけど、うん、別にそれに特化して何かしたってことはない。あ、ないの？あの、もらってたの、頭にこうやる。あー、なんか一回、うん、大きいボトルのやつはもらったけど、うん、続かなかった。なんで？まあ、めんどくさかったのもあるけど、うん、なんかボトルがでかくて、うん、でかいの、とにかくなんか置くとこもないし、なんか続かなかった。え、まあ、じゃあちゃんとやってなかったから、ちゃんともやってないし、効果も分かんなかったけど、効果も分かんなかった。実際でもこれが続いたのはなんで？まあ、シャンプーはただ置き換えるだけだから、うん、手間も何もないけど、うん、こっちに関しては使いやすさはある。あの、スプレータイプってっていうのは全然使ったことないし、うん、僕結構物がごちゃごちゃするのが嫌で、うん、大きいのとか置かないの、うん、洗面所に。でもこれは、うん、あの、しまうのも簡単だし、うん、これ本当僕の勝手な感想だけど、うん、やっぱ軽くてちっちゃいっていうのはめちゃくちゃいい。あとスプレータイプは使いやすい。で、シュッシュってやって揉み込むみたいなことする。それだけ。なんかよくあるのはこうジュッってこう押すやつがあるけど、うん、なんかそれは違うんだよ。それちゃんと毎日やれた？ほぼ毎日やった。ほぼ毎日、あ、夜だけやって、まだこんなにいっぱい残ってるの？残ってる。へえ。使う量もだからスプレータイプだから効率いいのかもしれない。うん、めっちゃ別に大量にハーってやってたわけだよね。だって頭に垂れてくるんだもん、大量にやると。顔に垂れてくるから。それは前のそのジョボジョボがね、うん、顔にこう来ちゃうの、うん、っていっぱい出てきすぎて、うん、わーいって。せっかく顔洗ったのに、あー、なるほどね、ここまで生えちゃうみたいな。
まあ、鬼はアトピー肌、まあ、敏感肌の人だけど、うん、実際にこれを使ってみてなんか発疹が出たとか痒くなったとかっていうのはありましたか？それ全然ない。全くない。あ、匂いとかはあるの？ちなみにこれ匂いはそんなにない。別に気になるほどの、まあ、ありがちな匂い。きつくはない。あ、そうだ、きつかったのよ前使ったやつ。匂い、うん、つけるとめちゃくちゃ匂いする。これはそんなにしない。じゃあ実際今その自分で別にそんなに気にしてはなかったから増えましたっていう感覚はないとは。ないけどみんなから言われるよ。美容室で言われる。美容室でなんて言われたの？密度濃くなりました。なんかやっぱ周期的に生えてくるわけで、うんうんうん、月1切ってるから、うん、その1ヶ月生えるのって結局ちょっとしかないわけだから、うん、周期的に生えるってことはないけど、うん、あ、その髪切り行った時はね、うんうんうん、でも明らかに髪が太くなって密度が増してるって言われた。へー、そうなんだ。ヒト幹細胞培養液エキスっていうのを配合してるし、あとこれを作ってるのはおいの再生医療やってるエースメディカルサポートさん、まあ、だから本当に医療の再生医療、幹細胞の培養にちゃんと専門的な知識を持ってるところが作ってる、監修してる、タッグを組んでやってるところで、ドバイ万博にもちゃんと出てたものだから皆さんに勧めたいなって思ってたんだけど、まずは身近にいる人の声をちゃんと聞いてから悩んでる人には使ってほしいなって思って実際にやってる。ちなみにこのね値段なんだけど、シャンプーは6380円なの、うん、でローションは7920円。高い？でもだって、あ、 でもね、分かんない。俺はね、うん、ハゲてもいいやって思うタイプの、うん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 、どっちでもいい人間だけど、うん、本当に悩んでる人からすればそんな高くないんじゃない？だって 2,3 ヶ月でそうそうこんぐらいだし、3ヶ月経ってまだ一応3分の1ぐらい残ってる、うん、全然ある、うん、まあ、もちろんその薄さによって使用する量は変わるかもしれないけど、うん、もしじゃあ薄毛に悩んでて何かいいのありませんかって言われた時に、うん、俺はおすすめできるよ。この値段であってもおすすめできる、うんうんうん、ちょっと男性ボトルっぽい感じではあるけど、女性のやっぱりこう年齢を重ねてちょっと毛が細くなってきたな、張り腰ないなっていう人に対してもこのシャンプーはすごくおすすめだし、別にこれを使っても別に内容問題はないと思う。薄毛はいいんだけど、うん、もう死んでしまってる毛根に対してはちょっと生き返るわけでは多分あまりないというか、ほぼ難しい話だから、本当に薄くな、まだ毛があるんだけど毛が細くてその密度が薄くて、あの密度が少なくて薄いっていう人に対してはまだまだ効果があるものなので、うん、ぜひまあ1回楽天で購入できるので試してみてください。その販売の URL は概要欄に貼っておきたいと思います。はい、はい、ということで今日は薄毛に悩んでいる男性陣、そして女性陣に対しての生やせるのお知らせでございました。あ、ちなみにあれなんで GACKT さんがこれのイメージキャラクターをしてて、梅沢富美男さんにもプレゼントしてた。してた。いや、はい、まあ、髪太くなるよ、本当に効果は実感してるから、うん、あんま信じてなかったけどこういったもの。いや、わかる。俺もそんな信じてなかった、うん、でも変わるもんだね。変わる。本当にこれは持ってなくて、なんか他の何か薬飲んだりとか、うん、他の AGA 商品と何か混ぜてやってるわけじゃなく、本当にお兄はこれだけをに変えて、うん、あの写真から今ここまでにたった3ヶ月経つか経たないかくらいで変わってるので、ぜひ試してみてください。はい、はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。